アンサモンプログラムスタート。量子変換を開始します。レイシフト開始まであと3、2、1。工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合発生。ブランドオーダー実証停止。レイシフトルート構築は継続します。コフィン内のパイロットの安全を最優先。強制排出をロック。パイロットの自主的な帰還を期待します。この辺りでしょうか。先ほど大きな落下音がしたのはまだ姉さんが掃除と称して。たまには外で埃を取ってあげませんと。はーい、綺麗になりましょうね。おうおう、これはとってもお高い伊万里焼の壺。あ、いけない、手が滑りましたと。マキッサ様のコレクションを窓から落としてしまったのでしょうが。あ、泥棒。迷子。いえ、それより傷を見ないと。姉さん、緊急事態です。至急西館横の庭までお願いします。安心して、翡翠ちゃん。確かに高級そうな西洋甲冑ですが、これは当家にはなかったものかと。姉さん、そうではなく、甲冑はどうでもいいので、この方の怪我を見てください。ああ、そっちです。擦り傷も打ち身もないし、健康そのものよ。ちょっとお腹が減っていて元気が出ないかな、くらいの状態かと。あ、ここは一体。あなたたちは。おや、目を覚まされましたね。おはようございます、見知らぬ方。私どもはここ遠野邸の使用人です。こちらの翡翠ちゃんが庭で倒れているあなたを見つけて今まで看病していました。それはありがとうございます。翡翠さんとおっしゃるのですね。無理はなさらず、まだ横になっていてください。私は翡翠、こちらの使用人は小悪と申します。以後名前でお呼びいただければ。何か事情がおありのようですが、ご自分の名前は言えますか。はい、私はマシュキリエライト、人理保証機関カルデアの。すみません、一般の方にカルデアの職務をお伝えすることはできないのでした。ごめんなさい。危ないところを助けていただいたのに何もお返しできなくて。その必要はありません。幸い当家は経済的に恵まれています。傷ついた方を助けるのは当然のこと。当然のことにお礼をいただくことはできません。翡翠さん、どうぞ翡翠と。他に何かありましたら遠慮なくお尋ねください。私どもはしがない使用人ですが、情報だけはよく集めております。主にそこの姉さんがあまり自慢できない方法で。そうですか。では町の名前と年代を教えていただけますか。私は得意点じゃなくて、そう、普通ではありえない町の異常を解決するために派遣されたエージェントなので、カルデアの職務は明かせませんが、これなら問題はないはずです。なんと。ではあなたが郵便受けに入っているいつものあれ。異端周りの問題お任せください。オプションでトイレ、お風呂問題も即解決の方なのですね。どんな方がいらっしゃるのかなと面白がって申し込んだ甲斐がありました。姉さん、またそんな無駄遣いをして。秋葉様をあまり怒らせるのは。結果良ければ全てよしよ、翡翠ちゃん。少なくともこれで四季さんがやんちゃをする必要はなくなったのですもの。それは確かに危険な仕事であれば専門職の方にお任せするべきです。危険な仕事なのですね。それでしたら力になれるかと。
詳しい話を聞かせていただけますか？はい。この町は二人の吸血鬼に平和を脅かされているのです。制限速度を守らない、公序良俗も眼中なし、深夜に鐘を鳴らしては人々を洗脳する、今の宗谷の夜はさながら魔女狩りの夜のようです。これでは当家の名声も地に落ちるというもの。お力お貸しくださいますか？もちろんです。ミス・琥珀、人類を守る者として、何よりお二人の優しさに助けられた者として、マシキリエライト、なんちゃって吸血鬼ハンターとして出撃です。マシ様、姉さんの口車に乗っているのを承知の上で依頼を受けてくださるのですね。では私どももできる限りの誠意をお見せしなくては、マシ様に戦い抜く力があるかどうか僭越ながら確認させていただきます。驚きました。お二人ともお強いのですね。普段はとても戦えない、今夜だけ限定の戦闘力。なるほど。芝の観測機能がビジーしている。おそらくここは現実空間ではありません。世界から隔絶された空間、未来も過去も曖昧な歌方状態、固有見解。でも魔術が働いている反応はないの。なーに、新しいお客様、見たことない顔だけど、魔術云々の話をしているなら油断しちゃいけない相手ってことよね。いいわ、普通の夢をつまむのに退屈していたところよ。ようこそ起きたまま見る悪夢の世界へ。現実という悪夢から目を覚まさせてあげる。あなたが町に救った吸血鬼ですね。一見して少女の風貌ですが、魔力反応は人間を超越しています。魔獣、幻獣クラスの脅威と判断しました。人々を餌食にする災害なら容赦はしません。先輩の故郷にあなたたちは不要です。この国に恋人でもいるの、あなた。そうなんだ、そうなんだ。なら、そいつもちゃんと殺してあげる。やっぱり恋人はセットじゃなきゃ。だって、その方が盛り上がるもの。信じ合って、励まし合って、最後の最後で裏切り合う。ああ、もう止まんない。どんな果物より甘い人工のスクロース。ほんと、美味しすぎるあなたたちが悪いのよ。私、食べ過ぎで太っちゃいそう。それは嘘ですね。吸血鬼には成長も味覚もないと聞きました。あなたは自分の罪に酔っているだけ。夢から覚めるのはそちらの方です。魔術、科学による力でもなく、星の神秘による力でもない、ただそこにいるだけで世界を犯す毒。これが使徒と呼ばれる吸血鬼なのですね。町の地下にこんな空洞が。中心にある祭壇、床と天井に刻まれたもの、アニムスフィアの系統とは違いますが、複雑さでは同等のものです。日本に魔術協会は存在しない。なのにどうやってこんな高度な術式を。内容は理解できず、物の本質、形の美しさは感じ取れて。悪くない、合格だお嬢さん。14代目の私なら夜族として生徒にしている。ん、なんだ、魂が混ざっているな。人間と霊体のコンテンポラリー、過去のものを今に生きるものと合わせている。まったく、よくもまあそんな実験をしたものだ。それではいずれとして生きねばならなくなる。永遠を語る使徒なんぞよりおぞましい結末だ。
あなたがこの地下の主なのですか？吸血鬼と聞いていたので、邪悪な怪物をイメージしていたかな。その通りだ。気にしなくても、今は寝起きで肉体の意識が沈殿しているだけさ。すぐに攪拌され、私という私が混ざり合い立ち去るのなら今のうち。私は英霊もどきの血など吸いたくはないからね。いえ、ここを去るのは、あなたを倒した後にあなたに似た方を知っています。高い知性と深い感情を持ち、その上で大きな非道を成し得ようとした賢人を、私はカルデアのデミサーバント、マシキリエライト、かつて第一の獣と戦った者として、ここであなたと戦います。いい顔だ、一丁前に叫びやがる。では死という治療を始めよう。世紀の大手術だが、何、お代は結構だ。その盾一つで十分にお釣りが来るさ。一人目の使徒とは違い、さまざまな魔術に精通した強敵でした。これで町に潜む吸血鬼は、床にケイトが、吸血鬼との戦いに勝利したのもつかの間、足元に出現したゲートに落ちてしまったのです。落ちた先はまた不思議な空間で、そこで知り合った、あれ、不思議です。名前が思い出せません。でも、なんだか安心できる方でした。その方と、いくつもの世界を渡って、最後には大会が開かれました。旧 VS 新、宿命の戦い、と、その方はおっしゃっていましたが、大会の結果ですか？それは、内緒です。いつか、とっておきの時にお話ししますので、それまでお待ちください。日本の都市、宗谷という町を主軸にした、いくつもの平行世界での戦い。今思い返しても、楽しいことばかりで、大変、有意義だったと思います。そっか。お帰り、マシュ。たくさんの冒険、お疲れ様。はい。マシュキリエライト、たくさんの世界を巡って、無事、帰還完了です。アンサモンプログラム、スタート。量子変換を開始、します。レイシフト開始まで、あと3、2、1、工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合、発生。グランドオーダー、実証、停止。レイシフト、ルート構築は、継続します。コフィン内のパイロットの安全を最優先。強制排出をロック。パイロットの自主的な帰還を期待します。あれ、ここは一体、得意点ではないようですが。少女がトンネルを抜けると、そこは一面のグレートキャッツビレッジだった。なんてな、文学的な OP とか私には似合わないっつーの。グッモーニン、素敵なカチューカーヌ。布団とかねえからこたつで看病してたけど大丈夫？お尻痛くない？あ、痛くない。地面に直置きのこたつでもびくともしないって、耐久 A なんですな。まあいいや、みかん食べる？これ、愛媛の美味しいとこ。あ、はい、ありがとうございます。とても甘くて美味しいです。でしょ？もっと食べなさい、もっと食べなさい。毒とか入ってないから。
黄泉の食べ物を食べたら地上に出られないとか、そんなケチくさいこと言わにゃんよ。だいたいさ、客を呼び止めたいんなら呪いじゃなくて味で勝負っしょ。こちとら伊達に立つヒロインして店始めてね。この麺口煮干し級の猫乾麺で天下取ったら。怒涛のカオスラッシュにも驚かれない。大佐も冥土してネズミも出ねえと来た。ここグレートキャッツビレッジは妖精郷の一つ。地上から人間が迷い込んでくることもある。察するところお嬢さんもその一例かな。どこの世界の冒険少女なんだい。あ、はい、私はマシュキリエライト、人類保証機関カルデアに所属する研究員であり、英霊と融合を果たしたデミサーバントの成功例です。あなたはそのどこの惑星の方でしょう。地球上の生命体とは思えませんが。おやおや、冗談のうまいお嬢さんだ。おいしいみかんのお返しにしちゃパンチ効いてる。でもまあ地上にはいないよね、こんな美女。そのセクシー、まさにモンスター級。キラ怪物的という意味ですね。適切な比喩表現ありがとうございます。ああ、わずか1分のやりとりですが、ユウには遊びが通じないのは理解した。よろしくマシ君、私は猫歩く、この猫国のトップ猫。察するところマシ君は一刻も早く元の世界に戻らなければにゃらない。違うかな。はい。でもどうすれば。カルデアとの通信は完全に途絶。ここがどこの時代なのかもわからない。にゃにゃにゃ、心配するなマダムは。全員悩みはいろいろあるだろうけど、ちょっとこたつをどけてごらん。驚くぜ。こたつをですか。では失礼して。召喚のサークルにそっくりです。猫歩きさんは召喚師だったのですか。うん、これはね、マシ君が空から落ちてきて私をクッションにした時にね、スポンジみたいになった体から魔力が地面にビシャってなって、この通りすごいっしょ。控えめに見ても異世界転移のゲートです。マシ君の力と猫の力が融合した合わせ技、どうでも言っておきますか。申し訳ありません。猫歩くさんを押しつぶしていたなんて。いつもは、はい、どちらかというと私が盾になるというか着地役を果たすのですが。じゃあマシ君は護衛役。なるほどな、そんな感じするする。じゃあ話がまとまったところでゲートに飛び込むっか。マシ君は元の世界に戻るために、私は MB 界を平和にするために、一丁協力して異世界冒険しようぜ。いえ、あの話が見えなくて。猫歩くさんをお助けするのはいいのですが、なぜ私なんでしょう。わかるな、猫と和解せよ。なぜも何も似合いんだよマシ君。なぜなら人類の総意が、売り上げが、 DLC を求めているんだ。人類の総意。猫歩くさんはそんなに大きな使命をお持ちだったのですね。そういうことならお任せください。まだまだ未熟者ですが、マシュキリエライト、この盾にかけて人類のために戦います。世界のルールを乱す侵略者に容赦はしません。世界へ買わず飛び込む無料にってな。マシ君、ユウを新たな勇者、猫27キャットの一人に任命する。私と一緒に MB 界の悪を倒すんだ。その結果私の体には魔力が高まり、新たなゲートを作り出すことも可能。何度か実験していれば、いつかは元の世界に通じるゲートもできるって寸法さ。猫歩くさんに魔力がたまり次第、雑巾のように絞らせていただきますね。今なんか怖いこと言わなかった？マシ君。2010年代の日本、吸血鬼。
私たちの世界と法則は違うようですが、戦闘に支障はありません。カルデアの代表として頑張ります。ここが猫アレクさんの目的地。まるでお城のようです。どこもかしこも手入れが行き届いていて、細やかな心遣いが感じられます。きっと素敵な当主様なのでしょうね。優しくて明るくておきれいな。ああ、まあだいたい合ってる。お嬢は敵対するとめっちゃ怖いけど、基本は両家のお嬢様だからにゃ。むしろ注意すべきは使用人の方にゃんだよ。気をつけろ、特にほうき持ってる方。うわぁ、ネコアルクさん大丈夫ですか？なんとかね。ところでこれはどういう関係なのかな、メル君。大変失礼いたしました。今のは調理に使っていたフライパンです。返しの練習をしていたところ指が滑りました。お気に召していただけたなら幸いです。あ、そっか、事故ならしょうがないか。じゃあちょっと失礼しますね。私たちは当主に用があるので。当家の主人は多忙につき、現在面会はお断りしております。ですがお客様にも事情がおありのようです。どうしてもとおっしゃるのでしたら、特別にお伺いを立ててまいります。それまでどうぞこちら迎賓室にご案内いたします。本当？迎賓室って猫看板ある？ない、ドリンクバーだけ。やったぜ。まあいいや、行こうぜマシ君、リフレッシュのチャンスは逃さねえ。いえ、気をつけてください猫アークさん。そのメイドの方は危険です。端末ではありますが、シールドに内包された近未来観測レンズシバが1分後の猫アルクさんに死亡ステータスを表示しています。そうなの？でもこのウェルカムワインなかなかだぜ。この喉に詰まるような異物感はどうだ。例えるなら体が別の何かに乗っ取られるような。っていうか乗っ取られた。こんにちは、猫翡翠です。マシ君も一杯一択。メイドになればどんな殺人ケーキも思いのままだぜ。精神に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッドを実行します。ごめんなさい猫アルクさん、助ける方法はこれしかありません。わー、すっごい判断力。一分後に死亡って、そういう。毒物全て摘出されました。念のためあと数回衝撃を加えて胃洗浄も。あ、猫アルクさん、そんなに急いでどこに行かれるのですか？なんということでしょう、猫アルクさんとはぐれてしまいました。その上気がつくと怪しい地下空洞にいるマシュキリエライトです。お屋敷の奥にある森に踏み入ったところ、着物姿の女性の後ろ姿が見えましたので、道を尋ねるために追いかけただけなのですが。おや、どこからか話し声が。猫アルクさんとどなたでしょう。ふん、無数に存在する可能性、絶対にないと言い切れない別の私。こっちの世界ではグーパンでゲロりましたが、どっかの世界では膝パンで毒物排出っと。それどっちも同じじゃね？大丈夫？もっと平和な解決策ってないの？まあいいや、要はパラレルワールドのことっしょ。あ、今はマルチバース理論っていうの？にゃにゃ、知ってる知ってる。でもなんでかっこよく言い換えたの？解明商法？そういうお話ではありません。そもそもマルチバース理論は商標フリーです。怪しいマルチ商法の話ではないと。残念です。だが言うは私がそのマルチの証明だという、マルチの化身とも。参りましたな。そこに気がつくとは、なかなかどうしてミスに置けないお方か。いるだけで世界が揺らぐミスキャスト。ふん、
猫の使い道を猫以上によく理解しているようです。で、つまり何なの？あなたは世界にとって剥離剤になり得るのです。異物であるあなたはこの世界の法則に守られない、最弱です。きっと誰にも勝てません。ですが運命にも縛られない。あなたの視界はいい意味でブレブレなので、この世界にいながら隣の世界の設定を現在は観測できる。想像してみてください。一つの缶詰の中に二つ分の中身が重なったら、何それ怖い。破裂するのか。いえ、融合です。ヒロイン A と結ばれた運命とヒロイン B と結ばれた運命、それらが混ざり合い両立することも可能なのです。誰も傷つかないルートができるんです。あなたが燃え尽きるほど頑張って四季さんを直視し続ければ、あるいはにゃんだと。でもその世界控えめに言ってゴミ。よく聞こえませんが、終末装置に匹敵する危機感がすごいです。でも内密な話のようなので、これ以上近づくことは終わるまで待っているべきでしょうか。どなたです？ど誰かな。なんだ、私のファンか。ギニスさんにゃ、今の魅力的な話を続け。突然のカンフル剤ですが、体に害はありません。事後処理よろしくお願いしますね。にゃんだこれ、めっちゃ健康。未知の栄養素が体内を駆け巡る。まるで生まれ変わるようだ。っていうか生まれ変わった。こんにちは、猫琥珀です。今のはどんなウイルスも裸足で逃げ出すスーパーワクチンだよ。でも心配しないで、私は平気です。だからお腹を殴って嘔吐させないで。マシ君は平和的手段で私を助けてくださいね、と。猫アルクさん、残念ですが肉体に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッド2を実行します。手遅れです。猫アルクさん、助ける方法はこれが一番です。痛みを伴う治療法はいらねえ。ドクター、教育どうなってんだ。ドクター、毒物の排出完了しました。さすが猫アルクさん、驚異の回復力です。では地上に戻りましょう。お屋敷の主人にご挨拶されるのですよね。はい、猫アルクさんの戦いのおかげでホーグ充填 100% です。ゲート開きます。はい、というわけでこの MB 界は MB 界によく似た悪夢の猫ワールドだったんだ。だが私はくじけない、諦めない、回線切らない。猫はいつだって夏への扉を探すものだから。猫アルクさんはロマンチストなのですね。よせやん、私は猫に優しい主人公を評価しているだけさ。それよりマシ君、出口の方はどう？見えてきた？はい、シバによるとあと40秒で最も近い平行世界に転移するようです。ゲート間の移動も安定しています。これも猫アルクさんのおかげですね。カルデアの技術ではこんなことはできません。合わせ技だよマシ君。一番強いのは信じる二人、つなぎ合う手なんだ。私たちはもう仲間なんだ。一緒に MB 界を正そうじゃないか。はい、人類を破壊しようとする方に容赦はしません。マシキリエライト、どんな結末が待っていても心を鋼にする覚悟です。なんて頼もしい、まさに正義の女神と言わざるを得ない。皆さんも最後のオチまで見えてきましたね。ああ、嫌な予感しかしねえにゃー。